私物紹介、玉野にあるルーシーの松岡さんのお店にお邪魔してるんですけど、今回は松岡さんの、30年集めに集めたスーパーヴィンテージをちょっと紹介してもらうって形で時間取ってもらって、いやーちらっと見せてもらったんすけど、どえらいっすよほんま。じゃあ松岡さんに早速登場してもらいましょう。松岡さん、よろしくお願いします。あ、どうも、ルーシーの松岡です。どうも。イエーイ早速もういかついの着てますね。もうなんまあまあまあ、こんなのめったに着ることないですけどね。いやー、はい、悪く100万円オーバーですね。すげー。いや本当もうめったにこういうのを着ることないんで、はい、あ、もう今回にありがとうございます。いや、もう今回はあのプラウドさんの YouTube に出させてもらえることで、あの本当にね、あの僕も20年こう古着屋やらせてもらってるんですけど、はい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 、古着屋する前に買ったものが多くて、やっぱり古着屋しだしてからはやっぱ売ったものの方が多くて、まあ、全然買ってないわけじゃないんですけどね。でもまあ、でもすごいですね。でもそのやっぱ古着屋してからはあんまり買ってないんでね、だからそんなにいいものないですけど。いいものがないと発言するにはあまりにもいいものを持っている松岡さん。サムネに映っていたスーパーヴィンテージの存在を私たちは知っている。それなのにこの発言はあまりにも謙虚モンスターすぎる。まあ見てくれる方がね、まあ、あ、こんなのを僕も持ってるわ、あ、俺も持ってるわ、はい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 、まあこれから買われる方がね、ちょっとでもあのまあ分かりやすいところだと思うんで、はい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 、そんなにスーパーじゃないんで、いやいや、まあ、言いますね、レギュラーヴィンテージ。いやもうこれがレギュラー、もう炎上しますよ。いや、そんなことです。もうほんまに結構僕はもうちょっと見せてもらったんですけど、もう楽しみでならないんで、じゃあ早速本編いっちゃいましょう。あ、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、レギュラーヴィンテージっていう、まあ、レギュラーヴィンテージの言葉もおかしいんですけど、まあまあ見られてる方でね、スーパーヴィンテージ本当に持たれてる方が、いやたくさんプラウッドのお客さんとかおられると思うんで、まあそこまで言う、いやもうそんなことないんで、もうえげつないんで、ちょっとじゃあ、まあ、松岡さんは比較的あのスウェットとジーパンとか結構その辺がお好きってことで。そうですね、でその辺が、まあ、世代的にももうその辺、ね、そうですね、もうベタなところですよね、どうしてもね。ベタなところなんで、またいかついんでね、ちょっと皆さん、いえ、もうベタなところなんで、やっぱりこれ以上のものを持ってる方がやっぱりたくさんいると思うんでね。そうです、だからね、ちょっと恥ずかしいんですけど、いや、もう言うて、もう松岡さんがこう取材する前にもう薄いって言っといた、まずちょっとしょっぱなのジーパンから、はい、全然薄くなかったですけど、薄くて、皮もないんですけど、見てください。海鮮モデルですね。松岡さんの基準で薄いみたいですけど、全然薄ないと。いやダメージもほぼ。そうですね。はい。ねえ、ないし。これはね、だからあのボタンが何パターンかあるんですよね。はい。全部リバースボタンもあるし、全部ドーナツもありますし、これはトップボタンが、リバースボタンの4つがあってドーナツのタイプですね。おすげえですね。でもやっぱリーバイスボタンよりかそのドーナツの方がテンションが上がりますよね、対戦といえば、うん、全然なんか松岡さんの口ぶりでは薄いって聞いといたんで、初めて見た時にその今日見せてもらったんですけど、これで薄いよって言ったらもうどんなん来るかなってすげかったですね。で結構サイズも30、あ、僕が履いていいですね、もうほとんど全て何回か履かれた、そうです、うん、もうあの大体もう自分サイズばっかりなんで、こう私物なんで、はい、はあ、いかつ、次はちょっと松岡さんが持ってるんだけど、いやでももうこれスタンダードなんですよ、もうスタンダードの中で僕が一番程度が良くて、程度がいいやつ、そうですね、うん、スタンダードっすけど、すげえこれもうマッコンっすね、革のカバーっていうの、もう文字もちょっとアップでまた載せると思うんですけど、はい、うん、文字まで見える、まあ、色残り9割とかって感じでしょうね。毛羽立ってますね。ええ、そうですね。おーすげえ。これはね、もう何年、25年、20
前に買って1回も履いてないですね。はあ、まあさすがにねパッチが怖いですもんね。風呂上がりに履いたりはします。はいはい、綺麗な状態。そう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 、もう体を清めてなるほど、はい、コレクターらしい。そうそうそう、いやすごいっすね。松岡さんが持ってる、まあもう WX とかでももう結構ある中で一番お気に入り、一番濃いという。そうですね、松岡さんも買い物上手です。いえいえ、まあでもね、ほんとただ好きで買ってたのかね。ああ、でもほんまそうっすよね。その好きで集めといたら今大変なことになってるって感じ。いや、ほんとそうですね。うん、もうなんかこれ見たらなんかもうほんまウルトラソウルになりますね。はい、さすが。もう恥ずかしいですじゃあ松岡さん次行きましょうか。はい、もう、はいはい、バンバンいかついのあるんで、はい、もう楽しいです。はい、じゃあ次はペインターというちょっと、はい、まあ、僕のちょっと思い入れのある、ね、思い入れのあるペインター。個人商店だからできる。ちらっと聞いたんですけど。会社だったらダメです。ちょっと見せてもらいましょうか。はい、まあ見たらその理由がわかるんですね。ちらっと開かさせてもらいます、はい。まあこれがカーハートのフォーティーズのハートマーク。おお、ハートマークでダック。はい。ブラウンダックのまさにレッド。すごいっすね。はい、でサスペンダーボタン付き、ブランケット付きですね。はい、うわあ、かわいい。しかもサイズもめっちゃゴールデンで、まだスリフトの値段ついてます。懐かしい。でもね、マネージャーも知ってると、はいはい、昔もこれ17年ぐらい前、2008年で書いてますね。あ、2008年なんですね。はいはい、何年、もう15年前ぐらい。あ、そうですね、その頃スリフトで14ドル99ってめっちゃ高いですよね。高いっすよね。もう4ドル99とか、はいはいはい、確かに5ドル99じゃないといけない。はいはいはい、カーボンって買ったんですけど高い言ってもね。でもね、そのスリフト初めて行ったんですけど、はいはい、初めて行った朝一のスリフトで、はい、いきなりビッグイが出て、それで646のほぼデッドが出て、はいはい、これでこのカーハートが出て、はい、ちゃんとバステムのマタリベが出て、うわ、このスルフトなんなので、今度シャツの方行ったら、はい、ビッグマックのクロシャン出て、それで単色ペンギンズ3枚ぐらい出て、すげえっすね。このスルフトすごいわ、もうで次から行ったら、その週に行ったら朝一で行くようにしたんですけど、はいはいはい、全く出なかったあるあるっす、あるあるで、ね、でもそんな鬼引きほんまないっすよ、そこまで。いや、その2008年でももう絶対そんなん、まず最高ぐらい良かったね。あ、そうですね、楽しいですよね。もうそこまでまとめて出たのはね、やっぱりね、本当そうですよ。まあこれね、会社だったらやっちゃいけんのですけど、これだけちょっと店に出さずに僕撮ってます。でも良かったですね、なんかこういうのがついたのがまたこう価値が。そうですね、なんかもうスリフトを回っとったらやっぱこれはなんか撮りたくない、うん、いやー、すげー。そうですね、これもちょっと思い入れなんでちょっと置いてますね。はい、いやー、素晴らしい。いや、いいの持ってますね。いい、まあ、スリフトの思い出とともに。そうですね、これは本当楽しく今でも覚えてますね。あ、でもまあそこまで出たらもう鮮明に覚えてます、うん、そうですね、はい、そうです。これは次は、はい、レースアップの、はい、これも色が良くて一番、これが僕のまたフィンクス、はい、うわ、やっぱりフィンクスかワークで言うたらいいですね。フィンクスかハートヘッドライトがいいですね。ああ、ネーム的に、ね、トリプルネームね、素晴らしいですね。で、まあもうこの辺やっぱこう球数が圧倒的に少ない、はい、あのレースアップタイプ、うん、まあ年代的には40-50とかそれぐらいですね、うん、ですよね。しかもこれに関してはなんと、はい、松岡さん、はい、どこで買ったんでしたっけ。ブラウトさんで買った。ありがとうございます。ありがとうございます。ブラウトさんで買った。ちょうどもうほんまに15年ぐらい前に、うん、そうですね、買ってくれたって、。でも全然履いてないです。一回も履いてないです。あらら、さすが。一回も履いてないです。まあかなり濃いですしね、風呂上がりに一回ぐらい履いてます。基本的に清めてから。そうそう、清めて、体を清めて。でもサイズとかもね、まだ残ってます、ね。うわ、まあでも履けないですね。ね。まあでもその古着ってやっぱその思い出とともにね。そうですね、うん、あとこのワークモンってやっぱりこのどうですかね、あの
タグとボタンがやっぱりいいですよね。全然やっぱ違いますね。ブランドが入っててね、タグもかっこいいですけど、ボタンもいかしく立体的で、うん、ね、年代的にカーハートだったらボタンが違ったりとかね。はい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 、そういうのも楽しいですよね。いやもうその WX 着てペインター着て、次が何が来るんでしょうか。はい、じゃあ次は、はい、ワークの中でもちょっとつなぎ、はい、そうですね、古着屋の前は僕中古車屋だったんで、あーつなぎだから結構つなぎ慣れしてるんです、ね、はぁ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 、つなぎも好きなんです、ね、そうですね、なるほど、中古車するつもりだったんですけど古着屋になっちゃった。まあ近いもんあるっすよね。そうですね、うん、なんか好きな人多いイメージある。そうですね、はい、じゃあ早速行きましょうか、はい、これがヘリンボーン、はい、ヘリンボーンのこれがうわー、カーハート、はい、カーハートですね。これが ね、 いいですね、インディゴだったらいいんですよね。やっぱりヘリンボーン言うんでちょっと落ちますけどね、はい、でもほんま松岡さんこう絶賛するこの またアップで出すと思うんですけど、すね、またハートに ね、 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 ね、そうそう、あるから可愛、ね、いですね、いいですね、可愛 い、 い、でもなかなかこのレベルもやっぱ見たことないんで、もうね、もう今なかなか ね、 ね、なかなか今も素晴らしい時代になりましたよね。ね、うん、別にデニムじゃからそのないじゃなしに、もう、うん、ヘリンボーンでも全くないです。そうですよね。もうなんでも80年ぐらい前ですよね。カーハートのやっぱこのタグになったらもう全然別物なイメージですね。そうですよね。次行きましょう。はい。デニムしかも濃いです。はい。これがブランドが。はい、うわー、すげー、まあ、この辺はちょっとまたタグがめちゃめちゃ可愛いです ね、 いいですね、なんか馬車みたいなやつですね、フォーティーズぐらいでしょ、ね、うわ、可愛い、でまたもう、ね、いい松岡さんが好きそうなボタンがまた可愛いです ね、またこの辺もちょっとアップで、そうですね、でデニムも濃いしかなりライトオンスで、そうですね、これもよく着てたんですか。そうです。やっぱりつなぎとかカバー、オーバーオールとかつなぎとか、はいはい、ライトオンスなんでやっぱり着やすい。冬はあんまり着ないんですけど、はい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 。夏とか秋、春、夏、秋はよく着ますね。ああ、通気性もいいですね。そうですね。で次が、ヘリンボーンのこれが、はい、これもまた僕の好きな、わあ、かわいい。そうです。見てください。松岡さん大好き。大好きピンクス。そうです。ブタですね。いいですね。またタグがもうまたちょっと同じ言葉言ってもらえないけど、タグが可愛いですね。そうです、本当にタグとボタンが可愛いですね。わあ、このこれがつくやつですね。レッドパーですね。はい、まあ、ちょっとこれダメージありますけど、はい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 、はい、そうですね、松岡さんも着た分ちょっとダメージ、そうですね、どうしても、いや素晴らしい、いいですね。じゃあ先ほどちらっと言っといた次はオーバーオールいっちゃいましょうか、はい、着た人にください、オーバーオール次行きましょう、はい、はい、では次は松岡さんのコレクションの中でもお気に入りのオーバーオールいきましょうか、はいうはい、じゃあ初っ端な、はい、いやちょっとさっきまで出てこなかったブランドが来たっすね、この辺やっぱいいっすよ ね、 すね、スイートオール、まあ僕も結構売ってますけどね、唯一個人的には1本持ってますね、はあ、はい、でも憧れるっすよ ね、 うすね、どうしてもなんかもうボタンとかもいいですね、うわ立体な、そうですね、でワンポケでかわいい、もういきなりスイートオール来て、これがその次は何が来るんでしょうかまあでも王道のところですね、いや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 、次もいいっすよ、もう、はい、次がうわまた今まで紹介してないやつ来ました、あうわいい、そうですね、どうぞ、ね、ヘッドライトこれはもうやっぱまあ、カーハートヘッドライトらへんはもう憧れじゃし、そうです、ね、そうです、カーハートヘッドライトフィンクスはいいですね、ねえ、そうですね、しかも対戦時月経時ボタンついてますね、はいはい、でもほんまやっぱそのライトオンス感がほんまオンスがね、うん、そうですね、かなり薄めな、うん、次がはい、さあ松岡さんといえばな、来ました、あ、はい、まあ、大好きなブランドですね、カーハート、まあ、おセパボケっすね、そうですね、はい、
もうこれも対戦でしょうね。そうですね、まあ、これなんかもそう、まあ、これ結構入ってるんですけども、一回も洗ったことないんで、もう最初からの汚れですね、うん、へえ、うん、洗えないっすよ。そうですよね、もうこんな洗ったらちっちゃい穴がポカッと大きくなりますよね。ねえ、うん、いやー、またこれも色がかっこいいですね。雰囲気めっちゃいいし、やばい。夢中になってるところ申し訳ないけど、こっちに見せてくれ初心者か。なんかもう、なんかカーハートに松岡さん見てた、見慣れてきて頭おかしなってきた。いやいや、やります。カーハートはね、まあ王道ですけど、やっぱりいいですよね。いいですよね。いやでもほんま見ないですからね、なんかそのこのタグのカーハート。そうですよね、もう本当に見なくて。で、次が何が来るんですか。あ、はい、と申しますと、次はちょっとね、結構これちょっと変わりだめで、そうです、ちょっと変わってますね。ねえ、うん、あんま見たことないんですけど、数回履きましたね、うん、はあ、はあはあ、はあ、うん、出ました、もう一発カーハート。しかもこれほんま、うん、なんか重たいなと思えばそうなんですよ、重たい。エプロンがついた、ワンポケエプロンついた上に、ダブル2です。うわー、すっげー、ダブル2だったよな。そうです。え、これここにダブル2だったポケットがまたついた。そうです、ポケットがついた上にダブルに。そうです、これは激レアっすね、初めて見た。そうです、やっぱりダブル2ですよね。やっぱそのオーバーオール関係なくダブル2は、うん、そのヴィンテージやったらもう圧倒的に評価が高い上にオーバーオールで、まあちょっと言い方失礼ですけど、うん、ここにポケットがつく、こうわけのわからないディティール。いや本当そうです、すごいですよね、意味がある。どんだけ収納するんだみたいな、どんだけ働くんだ。確かに。で、さっきのは、うん、あの月桂樹だったんですけど、これはまた立体的なボタンについて、でね、はい、同じ年代的にはほぼそうですね、変わらない、ね、同じぐらいなんですけど、こうやっぱその対戦時とかはそのボタンがああいう月桂樹使われたりいろいろするのが面白いですし、うわー、これはでも初めて見た、素晴らしいですね。それ嬉しいです、ありがとうございます。いやいやいや、もうやっぱいかつすぎて、もう、皆さん次行きましょうか、はい、次はちょっと番外編来るかもしれないですね、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。次はなんと、はい、ちょっと変化球来ましたね、はい、ちょっと僕も昔から好きなやつですね。松岡さんといえば、まあ、僕もすごい松岡さんが好きなのを知っとった、はい、いやー、まあベタですけど、いや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 、プリントコージロイ、はい、うわー、すげーもうガラ、もうプリントコージロイの王道といえばタンクラフト、タンクラフトですね、うわー、すげー、もう全部マイサイズ。うわー、でももうほんま見ないっすよね。そうでもさっき松岡さんがちらっと言ってたっすけど、うん、昔ロスで850ドルしといた。あ、はい、ね、そうです。もう850ドルしたら買えないっすよ。買えないっす、買えないっす。いやー、でもほんまに僕もアメリカ行った時に、はい、シカゴで着られとる人見たんすけど、はい、売ってくださいってこう言うものの相手にされない、うん、それぐらいなんかもう、うん、アメリカで一回もすごいこうこれぐらいの柄のもう見たことないんで、ほんま玉数少ないんだろうなって思いますね。本当に少ないですね。ありがとうございます。いえいえ、全然全然。で、次が、はい、これがブレン、はい、これもストア系ですね。うわー、すげー、これも、はい、柄がいいっす ね、 そうですね。ちょっとダメージがこれはあるんですけどね、最初から。もうやっぱなかなかこうヒューティーズこれぐらいの年代のもんで、そのねシャツぐらいの薄いもんで、うんうん、そうですよね、程度をキープするっていうのも、ね、まあでもポーズロイとかもそんな潰れてないし ね、 ね、そうです、うん、なんといっても柄がそうですね、いいっすね。まあプリントのポーズロイ大好きですね、うん、まあ好きな人多いっすけど、ほんま、ね、なかなかね、いやでも本当こう家とかでもたまに入荷するんですけど、欲しいなと思っても、はい、全然買えないですね、すぐ売れます今。そうですよね。で、次がちょっと変化、そうですね、これなんか珍しいですね、普通っぽいんですけどね。いやでも渋いですね、柄がちょっとヒューティーズ感が、そうですね、本当になんかちょっと地味なんですけど、なんか確かに変わってるんですね。でもなかなかやっぱ見ないですよね、うん、そうですよね、あまり同じものこのプリントを見たことないですね。確かに僕も初めて見たっすね、うん、そうですね、うん、いや変化球っすね、これは
次がねもうほんま、いや僕もあのこのすげえなって、いやいやこれはちょっとあの僕あまり色にこだわって買ってないんですけど、はい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 、たまたまこの色だったいうだけで今ね、はいはい、結構この色がいいっていう、そりゃね多いと思うんですけど、全然もうこれが何色でも買ってたんですよ。ああでも分かります、ね、松岡さんはそんな感じです。そうそうです、ね、タグとモノで買う、はい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 、タグも可愛い、タグのバカなんで、いやいやいや確かに全部タグがついてます、ね、そうですね。次がでも僕見たっすけどびっくりしたっすね、これは僕も、まあ、でもあれなんですけど、まあ僕も、はい、これはすごいっすよね、黒ベースで、はい、ちょっとジャケットタイプ、そうですね、それでこれにねえユニオンチケットとかついてるんですよね。おーすげえ、労働着、ま、労働着なんです、ね、誰がこれで働きをたんよってなるやつ、後ろもそういかつ、これはリップも全然ダメージないですし、やっぱあともうこういうそのさっきのユニオンチケットのところで見えたと思うんですけど、はい、さりげないここまでプリント入って、そうですね、ポケットの内側まで入ってねえ、うん、やっぱこう古着屋って細かいところにこうね行きがちなんでそうそう、こういうのね、嬉しいっすよね。普通もここでもうないですね、ここね、全然ノーでもこう全然普通なのにっていう、そうです、いやー激しい、まあ、バッファロー、ニューヨーク、うわー場所がいいですね、ナイアガラです、うわ、結構裾分けではなくちょっとあの普通にクラシックな、いやいいっすね、松岡さんの好きなジャンルの、そうですね、まあ、個人的にちょっと好きなジャンルですね。いやお見せしていただいてありがとうございます、こちらこそありがとうございます、いや素晴らしい、はい、次が最後のフィニッシュ、はい、わこれはマジでエグいっすよ、チャンネルはそのまま。いや松岡さん、はいはい、もうこれはもう、まあね、まあ、そうですね、そうですね、なんかもうよくぞそのこれを出してくれたというか、はい、まあもう僕もかなりこれ持たれたの知っとったんでお願いさせてもらったんですけど、はい、結構すんなり出してくれて、もう嬉しい限り、全然全然、うん、まあ僕もあのちょっと今回カバーオール何枚かあるんで、はいはい、もうめちゃめちゃ気に入ってよく着るやつと、はいはい、気に入って全然着てないやつと、全然着てない、まあ、2枚しか持ってきてないですけど、はい、いやー、はい、全然着てないかも、後から見たら着れんわってなるのも分かると思うんでちょっとまずこのブラウンダックの、はいはい、これがブラウンダックのピンクですね、はいはい、これも38で本当に僕ゴールデンサイズ、そうです、これでもうダメージもなくて、うわ失礼します、もうこれ気に入って、まあ本当にお正月だったりとか、あ、そういう大事な日、そうですね、これでも本当にこう僕もまあ、古着はそれなりにやっとるんですけど、このまずブラウンダックのあのフィンクスのカバーオール自体見たことないし、で結構あのダック時だったらこうライナーついとったりすること多いんですけど、こうシングルで、でまたまあ、松岡さんも相当お気に入りのところでしょうけど、はい、ボタンにこう、そうですね、豚がね、はい、でこの年代でも豚がこうなんか入ってないのを見たことあるんで、やっぱ入ってるとやっぱね、サイズがやっぱそのもうほんまにこうカバーオールでその松岡さんサイズだった3638って、そうですね、うん、ないんですよカバーオールのちっちゃいやつ ね、やっぱ大きいあのアメリカ人の方が着られてるイメージなんで、まあでもね、これがもし40でも買ってますけど、ああもう関係ないとそうです、確かにね、これはでもレアっしょ、ね、そうですね、サンパチュードが後から思えばレアだ、はい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 、ね、やっぱちっちゃいです、ね、そうですね、うん、素晴らしい、これが松岡さんがお気に入りで正月とかに、そうです、お気に入りで大事な日に、大事な日に来ますね、これにヴィンテージスウェーターはってよく来てますね、素晴らしい、コテコテで、次が、はい、次はもう買って一回も着てないです、風呂上がりには来ました、清めた時には清めた時に来ました、もうこれはまあ、僕の中ではちょっとまあ備前焼きか、まあね、竹塾みたいな、なるほどなるほどまあお年寄りとかがね、はい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 、備前焼きとか竹塾を買って家に飾るとかそんな感じですよね、まあほんまその通りっすよね、うん、もう着るべきではなかなかないと思うっすね、うんうん、もうじゃあすいません失礼します、はい、どうぞ、全然全然、これもうほんまえぐいっすよ、これはドン、はい、
言葉にならないっすね。まあ程度も何もねえ全くのノーダメージなんで3パチぐらい、さっきのあのフェンクスとほぼサイズ感も一緒で、そうです。でまあちらっと見たら分かると思うんですけど、ハートのチェンジっす。そうですね、まあ、チェンジちょっと後からちょっと拡大した画像をさせてもらうんですけど、はい、でボタンとトップだけがねまた変わった、ね、このボタンもなかなか見れないと思うんで、またちょっと拡大して、うん、はい、ねえかわいいボタンが、でまああとまあいろいろあるんですけど、うん、まあタグっすよね、上に20年代とかなんじゃねえんかなって思 う, う、ね、カーハート、カーハートって言って、さっき の, その松岡さんのタグでよく見といた、あのタグがカーハートで、そのヴィンテージといえばタグのイメージ、ね、ハートマークで、もうあれが大体、ね、あれがしかも長いじゃないですか期間が、そ う,、うん、そうですよね、まあ、雑誌とかでも20年か30年言われてますよ ね, ね、うん、いやそれこそこれ結構また僕が思い入れあるんが、まあ多分十何年か前に、まあ、松岡さんに許可得て、そのどこで買ったか言わさせてもらって、ガレージに僕がお客さんとして行った時にこれを飾っとんの見て、で、うわ、でも僕そんなにかなりペーペーだったんで何も知らなかったんですけど、すっげーで、まあ、その時で、まあ、20何万円ぐらいだったと思うんですけど、うん、30万円かそれぐらいで、うん、でも僕本当お金なかったんで、やし、なんなんあんまり分かってなかったんで、うん、うわこんなするんじゃと思って買っとけばよかったもん、あなるほど、ね、ナンバーワン、そうそう、ね、ね、今もし仮に、まあ、古着屋としてちょっと、はい、まあ、僭越ながらもし、はい、ででででその値段を、まあ、こうもしうちの店舗でこ う, こういうのがあったら、うん、まあ、なんか分かりやすくちょっと軽く、はい、なんとなくっすよ、うん、もうその全然決めれないですけど、うん、値段 言わさせてもらったら、うん、まあ、2、300万円なんじゃねえんかなって僕的にはね、前になんか雑誌にもう200ぐらいでなんか結構近くで出てたような雑誌見た、何年か前覚えですけど、ではい、なんじゃあもう下手したら今もっと変わったのかもしれない 4、500 かもしれない、もう僕ももう査定不能ですね、この辺いやねえ、これ家でゼロハリバートンに入れてますんで、あちらっと聞いたことある、松岡さんのスペシャルはゼロハリに入っている、そうです、そうです、そのゼロハリって今あったりするんですかね、松岡さんがこの一番スペシャルはこれに入れているというゼロハリバート、はい、一番ゼロハリの中でも一番僕がもう何年前かな、20年以上前ですかね、はいはい、買ったんですけど、これ帯のないタイプなんですよね、はい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 、それでまあこれがハリバート、まあ、もちろんゼロじゃないんですけど、はいはいはい、まあ、それはそうですね、トイニー30って言われて、はあ、20年代30年代そうですね、昔ねモノマガジンに出てたんですよ、はいはい、で売り物として出てたんじゃなくて、はいはい、ショップでなんかこうで写ってたんですよ、はいはい、だからモノマガジンの編集者に電話して、はいはい、店の電話番号教えてくれってそれで売ってくれいうことで交渉して買ったんです、東京のお店でしたけど、でも買っといてよかったよかったですね、でもなんかこれにこれはこれ入れてます、いやでももうなんかそのまたそういうところが松岡さんのかっこよさっすよね、なんかその愛着というか、まあ、適当なところは適当なんですけど、いやいやいや細かいこと細かいんで、いや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 でまあこれもなんかもうこう入るべきそのね、はい、ところに入っといて、なんか素晴らしい、もう家が燃えても安心ほんまね、もうこれだけは刺繍したい、そうそうそう、これとさっきのちょっとダブル XK とか、まあね、あれのアーム入れてますね、入ってました、そうですね、うん、いやでもまあそのそういう愛着とか含めてこう、うん、松岡さんの素晴らしさ、うん、でこう今回ね、はい、まあ、松岡さんにこう無理言って私物を持ってきてもらってるんで、売り物ではないんで、はい、松岡さんはもうやっぱコレクターなんで、こうまあまあね、コレクターいうほどのコレクターじゃないですけど、はい、まあ、あんまりこう売ってくれ売ってくれって言わんといていただけたらと思います、はい、もう申し訳ないんですけど、はい、いえいえ、はい、いやもう素晴らしいアイテムを紹介してもらって、いえいえ、続編が松岡さんといえば、はい、スウェットってことで、まあ一番好きなところですね、古着やっぱりジーパンとスウェットを買いに行くのが、世代がね、なるほど、
まあ、スウェットもちらっと見せてもらったんですけども、やっぱうち の, あの社長もあのスウェット得意としたんですけど、はい、松岡さんもすごいんで、はい、次のはぜひ、はい、次の動画も楽しみにしといてください、はい、ご期待に添えるかどうか分からない。いや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 、はい、もうこれ見といたらもうなんかやっぱ松岡さんにそのもう期待値が上がりっぱなしなんで。いやいやいや、でもね、ここからはおじさん同士の褒め合いが始まったのだが、まさやさんの株が上がるのはなんだか気に入らないので割愛させていただくことにする。あ、松岡さんは本当にいい人です。じゃあまた次回のスウェット編、はい、お楽しみに、はい、ちょっと松岡さん、はい、ご一緒にあのチャンネル登録の、あ、はい、え、指示雑すぎん。それでできるやついるの？はい、チャンネル登 録, ル登録よろしくお願いします。すみません、一緒に言う。いいえ、全人類予想可能なグダグダ感。みんなチャンネル登録よろしくね。